敵を作るかもしれないけど、はい、お参りする価値あるのここ、はい、お参りする価値あるかな。それは敵を作る発言や。すごい発言やな。そう、わかんないけど、神が宿るっていう感じが取れない。なんでだろう。立地的な条件、多分こうやってさ、別に今日は特別な日じゃないわけじゃないですか。なんか変な祝日だったりとか、うん、でも人が来るっていうのはやっぱりそれなりにね、すごい神社だとは思うんですよ、うん、だからそういうイベントになったらなおさら人来るだろうしで、神様が信仰されとってもおかしくはないんだけど、おかしくないんだけど、これこっち来てさ、こっち来て、はい、匂いする？しないやろ。この辺りしないっすね。だろ、こっち来て。体感できるとこなんだ、あなたでも。もうこの辺来たらするもん。でしょう。うん。酸素いっぱい提供していらっしゃる。いや、これは木の香りって酸素ちゃうの？木の香りっていうか、するしないがあるのっていうのは結構ね、だから僕たまに線香の匂いするとかいいじゃん。うんうんうん、そこによって匂いが違う時あるんだよ。で、頻繁に出るのって言ったらこの辺だな、この辺によくすごい感じるって感じ。この辺、この辺ぐらいが。俺が今向いてるこっちの方向でいいの？この辺や。これ。これの下ぐらい。わかるか。これなんか入っとる。多分この辺じゃねえのかな。まあ確かに。あ、ここだな。こう、わからん。ここになんかおる。残り香を感じる。いや、今でも。あ、現在進行形でいらっしゃる。ここだけですね。ここだけです。感じるとしたら。このでっかい木の近く。うん、20〜30m 程度の範囲だな。がたまに池の方に湧くぐらいか。池はまた違う。あれ違う人？うん。こっちがみかんなら向こうリンゴ。うん、わかりやすいけど、うん。いや、違う。親子を。体験談のその、うん、親子のやつ、うんうん、はこっち多分ここだと思います。このかすかにしか感じないですけど、それもたまにしか出ない。そんななんか強いやつでもないし悪いこともない。でも夜バージョンなの、言葉なくなっちゃえ。夜バージョンは夜バージョンで風景変わるでしょ。そう、でもな、なんだろうな、わかんないんだけど、うん、神社に来てるっていう感じがねえんで。ああ、あなた神社相性悪いって言うもんね、よく。相性悪いのよ。いや、伊勢神宮は伊勢神宮で神いないんだけど、うん、魂感じる。生き霊の死んでる人なの？その祀られた人間っていうか、祀られたっていうか、ね、ああ、はい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 、はい、うん、魂って言ったらかんけど、霊魂が感じるもん。うん、一緒じゃ、一緒じゃ、言い方変えただけで、まあ、見たまでも何でも一緒じゃ。あとこんなやつと剣と、うん、あとなんかがと紙と祀られてんだよ。うんうんうん、なんか
神の器って書いて神器というものはそのようなアイテムが分からん。やったあの何玉釣り糸みたいなやつ、マガ玉？釣り糸みたいなやつ、マガ玉っていうのかあれ、マガ玉じゃないの、あのなんか魂なんかくにょって曲げてやるの、そう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 、うん、それと剣とお皿と紙かな、お皿みたいなやつと紙、紙が一番入ってる、伊勢神宮そういうの感じるのよ、伊勢神宮って、うんうん俺らと全然違うもん見えてんね、本当に伊勢神宮行ったところで。違う、だけどここ弱いね、それが、そういう祀ってあるアイテム含め神様含め、 Wi-Fi で言うと5つかよ、3つ、 Wi-Fi の電波、 Wi-Fi のあのこのミョンミョンミョンってあるやん、ああ、はいはいはい、あれが3つか、マックスか1個か10個、1個2個の微弱な電波しか通ってない。いや、本当なのよ、うん、疑ってはないし、だけどまあみんなアホやろと思うけど、雨だった時は全くそんなことじゃなくて、そう、雨でよう濡れるな、バカ野郎、ベタベタじゃねえかっていう頭しかなかったんだけど、俺今日、うん、この前は、うん、ふと今集中しとると、何やろ、でっけえ建物に来てるって感じ。何やろ、この感覚。初めての神社だな、こういうの。こういうでかいの。あの、椿神社での時でもそうやった。あれ、門のと外からでもすごかったもん。ああ、うん、なるほど。三重県の椿神社。うん、三重県のって、ここも三重県か、ここ三重、滋賀だ、滋賀だ。いや、うん、あのね、違う、何やろ、この微弱っていうの、微弱な理由か、なんだろうな、すげえけなしとる。ここに毎年来てる人はなんか、そんな言い方しとるな、こいつとしか思われないかもしれないけど、まあでも、あの、そんな言い方するものにも、物の見方が俺ら角度違うからね、お参りに来てるわけじゃないからね、うん、正直こっちの方気になってたんだけど、こっちの方なんもないんですよ、こっちなんだよな、なんていうか、ここだけなんか雰囲気心霊スポットじゃないですか、今までに通ってきたような。あの、見た目、画面だと明るいけどね、これの倍ぐらい暗いからね。この辺りはいかがです、すごい。え？反応が消えた、あれ消えた、何やろ、あれ。おかしいな、あれ、走って追いつくと思った。今どうやろう、女の子ではないと思うんだけどな、ズボン履いてるからな、分かんない、そっちは、うんうんうん、それがいたんだけど、走った、え、あの、女の子が走ったからあなたも走った、走った、おお、そしたら、消えた、あれ。あれ、なに、やべえな、ここ広いからね、特定もしにくいね、うん、僕の範囲、そんなに広く取れないからさ、でも思ったよりすごいとこではないです。はい、まあもっとすごいとこだったら体験談もいっぱいあるだろうしね、うーん、
正直一個の体験談をもとにここは来てるっていう感じだから。いや僕の趣味くそ気だな、ムカつくな。夜の方がなんていうの、なんだかんだ探索はしやすいし、あなたの気配さ、見やすいわな。夜にもう一回この辺り歩くだけ歩いてみましょうか。じゃかになった。クソ肝心な。ちょっと俺霊感出しすぎとるかな。それで逃げられた可能性が。神社っていうかここに作られるこの神社のこの辺で誰か人亡くなっとる。え、それはなんか普通になんか寿命死とかいう意味ではなく何か事故とかそういうのね。ジースじゃない、ジーシー、死んで亡くなられてるのかな。焚き火の匂いがしてきたね。山火事起きてまう。解散しよう。ちょっと休まう。ビルスタミ完了。また女の子がいる、うん、今あそこにあるやん、あそこに細い木がこの木の間、はい、向こう側に、はい、重なった木の向こうにあるやん、あれの向こう側に、うん、普通に通路のところぐらいってこと。もうちょっと向こう、木やん。あそこのもっとこの真ん中の木やん、うん、すぐ目の前にか、うん、すぐ目の前に思った以上に近寄ってくるなってことは。気に食わねえのかな。これ、あれだな、うん、本当にあのヘッドホンしながらやりたい。多分聞こえる音じゃねえと思うけど。ヘッドホンしながらっていうのはどういうこと。音声も取りながら自分もその音楽、音を聞きたい。あこの年になるとあのモスキート音が聞こえんもん。それは機械挟んでもそうでは。なんと不安な。あ？あれ？やめるのかな。じゃあこれじゃねえのかな。2,4,6,8,2,4,8,200万円です。今なんか魂のか幽霊の数も数えてるかなと思ったら絶対違うなと思った。数え方が違うなと思った。20万です。やっぱし気になる。ほら匂いしない？やっぱりあの向こう側の通路というかあの辺のあれなんだな。うん、じゃあ前もこっちって言ったもんね。うん。さっき追いかけたあの女の子がラスボスっていう可能性はある。違う。違った。違う。あんなのラスボスだったら俺勝てる。勝てる。あなたが負けるとこもそうそう見ないけど。
すげえな。匂いがすげえな。まあ夜になれば分かる。これな、声聞きてえな。その声聞きたいなの手段は何？あなたの霊感？今言ったヘッドホンつけたいじゃなくて。ヘッドホンつけてやれば、そっちにも声が入ると思うんだけどな。それは最近の人？最近いつも15、6年。うーん、最近って言えるのかな、これ。